情報理論は、情報、通信を数学的に論じる学問である。応用数学の中でもデータの定量化に関する分野であり、可能な限り多くのデータを媒体に格納したり、通信路で送ったりすることを目的としている。情報エントロピーとして知られるデータの尺度は、データの格納や通信に必要とされる平均ビット数で表現される。例えば、 日々の天気が3ビットのエントロピーで表されるなら、十分な日数の観測を経て、日々の天気を表現するには、平均で約3ビット、日ということができる。情報理論の基本的な応用としては、ZIP 形式、MP3、DSL などがある。この分野は、数学、統計学、計算機科学、物理学、神経科学、電子工学などの交差する。 学際領域でもある。その影響は、ボイジャー計画の新宇宙探査の成功、CD の発明、携帯電話の実現、インターネットの開発、言語学や人間の知覚の研究、ブラックホールの理解など様々な事象に及んでいる。情報理論の基本となる概念は、人間のコミュニケーション手段として最も広く使われている言語である。 言語に関する重要な二つの観点がある。第一に、最もよく使われる単語はそれほど使われない。単語よりも短く、結果として文はそれほど長くならない。このような単語帳のトレードオフは、データ圧縮に通じるものがあり、情報源不合化の基盤となっている。第二に、自動車が通りかかったなどのノイズのために、文の最初の方を聞き逃しても、聞いていた人は、 メッセージの祝いとするところを理解できる。そのような言語の堅牢性は電気通信システムの基本であり、通信におけるその種の堅牢性を構築するのが通信路符号化である。情報源符号化と通信路符号化は情報理論の基礎となる概念である。情報源符号化と通信路符号化ではメッセージの内容の重要性を全く考慮していない。例えば、 またおいてくださいという決まり文句と、緊急時の叫び、救急車を呼んでくれ、は、長さは似たようなものだが、その内容の重要性はかなり異なる。情報理論では、メッセージの重要性や意味には立ち入らない。すなわち、データの質は扱わず、確率論的に扱えるデータの量だけを扱う。情報理論は、1948年、クロード・シャロンが、 ベルシステムテクニカルジャーナルに投稿した論文、エーマセマティカルセオリーオブコミュニケーションを始まりとする。古典的情報理論の中心パラダイムは、ノイズの多い通信路上で情報を転送する際の技術的問題であった。最も基本的な成果は、シャノンの情報源不合化定理であり、ある事象を表現するために必要となる平均、ビット数はその情報エントロピーであるとされた。また、 シャノンの通信路不合化定理では、ノイズの多い通信路で信頼できる通信を行えることが示され、その際の転送レートの上限を通信路容量と称した。実際の通信速度を通信路容量に近づけるには、適切な不合化が必要となる。情報理論は、過去半世紀の間に、工学の手法として定着するまでになった、様々な分野と密接に関連している。それは、 人工知能、複雑系、サイバネティックス、情報学、機械学習、システム工学などである。情報理論は数学理論としても深遠であり、その応用も幅広い。その中でも特に符号理論は広く応用されている。符号理論は具体的な符号の方式を確立する分野であり、効率を上げ、 エラー発生率をシャノンが定式化した通信度容量のレベルに近づけることを研究する分野である。符号はデータ圧縮と誤り検出訂正が主要な技法である。後者についてはシャノンの研究の通りの方式が可能であると証明するまで長い年月を要した。情報理論の符号に関する第3の技法は暗号化アルゴリズムである。符号理論や情報理論の成果は 暗号理論や暗号解読に広く応用されている。情報理論は、情報検索、情報活動、賭博統計学、さらには、作曲にまで使われている。1948年6月と10月、クロード・シャノンは、ベルシステム・テクニカル・ジャーナル誌で、古典的論文、エーマセマティカル・セオリー・オブ・コミュニケーションを発表し、情報理論を、学問分野として確立し、 世界的な注目を浴びた。この論文以前、ベール研究所で考えられていた情報の理論は限定的であり、あらゆる事象が同じ確率で発生することを暗黙の前提としていた。1924年、ハリー・ナイキストの論文13ファクターズ・フェクティング、テレグラフ・スピードでは、通信システムにおける情報インテリジェンスと回線速度の定量化に関する理論が述べられている。 それによると、情報の転送速度 W は、W イコール、K ログメートル、ディスプラスタイル、W イコール K ログ M で表され、M は、選択可能な電圧レベル数、K は、ある定数である。1928年、ラルフ・ハートレイの、論文トランスミッション・オブ・インフォメーションでは、測定可能な量として、情報インフォメーションという用語が使われている。その中で情報の定量化は、 h イコール log sn イコール n ログ s ディスプラスタイル h イコール log s ハット n イコール n ログ s で表され s は文字の種類数 n は転送された文字数であるとした後に重心の情報量を表す単位をハートレイと呼ぶようになった1940年アラン・チューリングは第二次世界大戦時のドイツ軍の暗号統計解析の一部として 同様の考え方を使った。確率の異なる自称群を扱う情報理論の基礎となる数学は、ルートビッヒ・ボルツマンとウィラード・ギブスによる統計力学からもたらされた。情報理論におけるエントロピーと熱力学におけるエントロピーは単なる用語の類似以上の関連がある。シャノンの革新的論文については、ベル研究所での研究で1944年末頃には、 実際の研究はほとんど済んでいた。シャノンの理論は、情報理論の基礎となる性的プロセスとしての通信のモデルを提案し、論文冒頭で次のように表明している。通信の基本的課題は、ある時点で選択されたメッセージを正確、または近似的に別の地点で再生することであるそれとともに、次のような概念が提唱された。詳細は、 情報量を参照情報の数学的理論は確率論と統計学に基づいている。最も重要な情報の定量的尺度はエントロピーと伝達情報量である。エントロピーは確率変数の情報の尺度であり、メッセージの圧縮しやすさの度合いである。伝達情報量は2つの確率変数間に共通する情報の尺度であり、通信度における 通信速度を決定するのに使われる。以下の式に出てくる対数の底は、情報エントロピーの単位を決定するのに使われる。現在最も一般に使われている情報の単位は、ビットであり、2を底とする対数に基づいている。そのため、通常、底は2とみなされる。さらに、通常定義されない0ログ0ディスプラスタイル0ログ0を例とする。ベルヌイ思考のエントロピーを、 成功確率の関数、HB、ディスプラスタイル H、M バックス、B として表したもの、日エントロピー関数と呼ばれる。エントロピーは1ビットの成功確率が1、2であるときに最大となる。例えば、細工のないコイントスなど、離散確率変数 M、ディスプラスタイル M のエントロピー H、ディスプラスタイル H とは、M、ディスプラスタイル M の値の不確かさの尺度である。ここでの、 ビットの定義は重要である。例えば、通常の間隔で1000ビットを転送するとしよう。事前に、そのビット群の内容が分かっている場合、論理的には、通信によって得られる情報はゼロである。逆に個々のビットが0なのか1なのか5分5分の確率であった場合、1000ビットで得られる情報は最大となる。これらの中間で、情報の定量化は次のように表される。M ディスプラスタイルマスブ、M を、確率変数 M、ディスプラスタイル M の発するメッセージ M、ディスプラスタイル M の集合とし、P イコール PR、ディスプラスタイル、P イコール PR としたとき、M、ディスプラスタイル M のエントロピーは次のようになる。H イコール EM、ログ P イコール、メートル MP ログ P、ディスプラスタイル、H イコールマスブ、E、M、 ログ P イコールスム、M インマスブ、MP ログ P エントロピーの重要な特徴として、メッセージ空間内の全メッセージがすべて同じ確率であり得る場合に、エントロピー値が最大の H イコールログ M、ディスプラスタイル、H イコールログマスブ、M となる。関数 H を確率分布で表すと次のようになる。H イコール I イコール 1KP ログ P、ディスプラスタイル。 h イコールスム、i イコール 1, kp ログ p ここで i イコール1 kp イコール1ディスプラスタイルスム、i イコール1 kp イコール1これの重要かつ特殊な場合を日エントロピー関数と呼び次のようになる hb イコール h イコール p ログ p ログディスプラスタイル h m バックス b イコール h イコール p ログ p ログ二つの 離散確率変数 X ディスプラスタイル X と Y ディスプラスタイル Y の結合エントロピーとは単にその組ディスプラスタイルのエントロピーである。例えばディスプラスタイルが地図のコマの位置を表すとする。X ディスプラスタイル X が項 Y ディスプラスタイル Y が列を表すとするとその結合エントロピーとはコマの位置のエントロピーを表す。 数学的には次のようになる。h イコール ex, y, ログ p イコール x, yp ログ p, ディスプラスタイル ,h イコールマスブ e, x, y, ログ p イコールスム x, yp ログ p, x, ディスプラスタイル x と y, ディスプラスタイル y が独立なら、結合エントロピーは、単純に個々のエントロピーの相和となる。 類似の概念として交差エントロピーがあるが、違うものである。y イコール y ディスプラスタイル、y イコール y の時の x ディスプラスタイル x の条件付きエントロピーとは、y イコール y ディスプラスタイル、y イコール y が基地である時の x ディスプラスタイル x のエントロピーである。前述の例で言えば、列が決まっている時のコマの行一のエントロピーとなる。Y y イコール y の時の x ディスプラスタイル x の条件付きエントロピーは次のようになる h イコール e x y ログ p イコール x x p ログ p ディスプラスタイル h イコールマスブ e x y ログ p イコールスム x イン x p ログ p ここで p ディスプラスタイル p はある y ディスプラスタイル y に関する x ディスプラスタイル x の条件付き確率である 確率変数 y, ディスプラスタイル y における x, ディスプラスタイル x の条件付きエントロピーとは、y, ディスプラスタイル y についての平均条件付きエントロピーであり、次のようになる、h イコール ey, h イコール yypxxp ログ、p ディスプラスタイル、h イコールマスぶ、e y h イコールスム。 Yinypsminxp ログ p イコール xyp ログ pp ディスプラスタイルイコール smxyp ログフラック pp。これを y ディスプラスタイル y に関する x ディスプラスタイル x の曖昧度とも呼ぶ。このように、条件付きエントロピーには、確率変数についての定義と、それが特定の値の場合の定義があるので、混同しないこと。 これらのエントロピーには次の関係が成り立つ。H イコール HH ディスプラスタイル H イコール HH。もう一つの重要な情報の尺度として伝達情報量がある。これは、ある確率変数を観測することによって別の確率変数について得られる情報量の尺度である。これは通信において重要な概念であり、妥当な通信量を決定するのに使われる。Y ディスプラスタイル Y との関連での X、ディスプラスタイル X の伝達情報量は次のように表される。i y y P x x P イコール yypxxp6pp イコール xyplog ppp ディスプラスタイル i イコールスム yyp in ス y ム、UM、x in xplog フ,、UM、フラック pp イコールスム xyplog フラック pp p 伝達情報量の基本特性は次の式で表される i イコール hh ディスプラスタイル i イコール hh この意味は y を知っていれば知らない場合よりも x の符号化で平均して i ディスプラスタイル i ビット節約できることを意味する伝達情報量は対象的であるため次のようにも表せる、I、イコール、I、イコール hhh ディスプラスタイル アイコール、アイコール HHH。関連する尺度として、自己情報量、自己相互情報量、カルバックライブラー情報量、サブンエントロピーなども、情報理論では重要である。通信路の概念図詳細は、シャノンの通信路不合化定理を参照インサネットなどの通信路上の通信が、情報理論構築の主な動機である。電話を使ったことのある人なら誰でも経験する。 ことだが、そのような通信路では、正確な信号の再現に失敗することもよくあり、ノイズや一時的な信号の途絶などにより、信号が識別不能となることがある。そのようなノイズの多い通信路でどれだけの情報を伝えることが期待できるだろうか理算的な通信路による通信を考える、X を転送されるメッセージの集合とし、Y をある一定時間内に その通信路経由で受信したメッセージの集合とする。ここで P ディスプラスタイル P を X が送信された時に Y が受信される条件付き確率の分布関数とする。ここで P ディスプラスタイル P がその通信路に固有の属性であるとする。この通信路での X と Y の同時分布は我々がこの通信路に送り出すメッセージの周辺分布 F。 ディスプラスタイル F から求められる。この条件で通信できる情報量を最大化したい。この尺度となるのが伝達情報量であり、伝達情報量の最大値を通信路容量と呼んで、次の式で表す C イコールマックス f i ディスプラスタイル C イコールマックス f i 通信路容量は情報レート R による通信と次のような関係がある。 RC であるような情報レートで、符号誤り率イプシロン0である場合、十分大きな数ノルマルについて、コードの長さが N で、情報レートが R 以上、かつ誤り率がイプシロン以下となるような符号化アルゴリズムが存在し、非常に低い誤り率で通信を行える可能性がある。さらに RC であるような情報レートでは、低い誤り率で通信を行うことは、不可能である。 二元対象通信路二元消失通信路蓄積的にメッセージを生成するプロセスは情報源とみなすことができる。メモリを持たない情報源の発するメッセージは互いに独立で同一の分布に従う確率変数であり、エルゴード性と定常性が特徴である。そのような情報源は常に確率的である。これらの用語は情報理論以外でよく研究されている。 レート、編集情報レートとは、記号ごとの平均エントロピーである。メモリを持たない、情報源では、これは、単に各記号のエントロピーを表すが、一般に次のような式で表される、r イコール e h ディスプラスタイル、r イコールマスブ、e h 正確に言えば、これは、単位時間あたりの期待される条件付きエントロピーで、あり、それまでに生成されたメッセージ群から得られる。 情報理論では、言語のレートや、言語のエントロピーを扱うのも特別なことではない。例えば、ソースが英語の3文であった場合などに、そのような言い方が出てくる。メモリのない情報源の情報レートは、単に H、ディスプラスタイル H となる。これは、メモリのない情報源では、それまでのメッセージ群と次のメッセージとの間に、理論上何も関係がないためである。 情報源の情報レートは上調性と圧縮の程度に関係する。詳細は符号理論を参照符号理論は情報理論の中でも最も重要かつ直接的な応用分野である。その領域は情報源符号化理論と通信路符号化理論に代別される。データの統計的記述を用いて符号化に必要とされるビット数を定量化する。 圧縮と転送に関する符号理論は情報理論に裏打ちされている。ただし、それは1対1の通信に関してのみである。発信者が複数の場合、受信者が複数の場合、仲介者がいる場合、それらの複合である。コンピュータネットワークなどについて転送後の圧縮は最適とは言えないかもしれない。このようなマルチエージェント通信モデルを扱うのはネットワーク情報理論である。 情報理論の概念は暗号理論や暗号解読でも広く使われている。シャノン自身、現在では判別距離と呼ばれている暗号理論上重要な概念を定義した。平文の上調性に基づき暗号文の複合で平文が1位に定まるのに必要な暗号文の量の加減を定めるものである。シャノンの情報理論は暗号理論での利用が示すよりずっと重要である。 情報機関は、機密情報の保持に情報理論を応用し、常により安全な方法で敵に関する情報を最大限引き出そうとしている。シャノン・ハート・レイの定理は、情報を秘密にしておく困難さを示している。一般に、機密情報の漏洩を完全に防ぐことは、不可能であり、ただ漏洩の速度を遅くできるだけである。さらに、ある情報に触れる人間が多ければ多いほど、 その情報の上調性は増してゆく。そして、上調性の高い情報を封じ込めることは極めて困難である。このような機密情報の避けられない漏洩は、人々が何かを知ることでその振る舞いに影響が出てしまうという心理学的事実によるものである。情報理論の応用例として、GPS の不合化方式での信号隠蔽がある。このシステムでは、疑似乱数を使って信号を ノイズフロアのレベル以下に抑えている。そのため、一般の電波受信者は、信号があることにさえ気づかないが、秘密の疑似乱数列を使ってある機関の信号を、積分することで信号を検出できる。GPS システムでは、C、A 信号は一般に公開されているが、P 信号に使われている、疑似乱数列は秘密とされている。同様の手法は短距離の秘密通信にも使われており、 低電力で敵に気づかれずに通信が可能である。これは、ステガノグラフィーの一種とも言える。また、スペクトラム拡散通信も参照されたい。情報理論のその他の応用として、ギャンブルや投資への応用、ブラックホールと情報のパラドックス、バイオインフォマティクス、音楽などがある。ありがとうございます。